こんにちは、ハルです。今回は君たちはどう生きるかという映画について話していきたいと思います。いよいよ今週末公開の宮崎駿監督の、もう本当に久しぶりの作品で、君たちはどう生きるかというジブリ作品なんですけれども、これがいよいよね、あさって公開ということで、これをね、楽しみにしている方もたくさんいるとは思います。そしてスマップファン的に言うと、おそらくほぼ確実だと思うんですけど、木村くんが声優として出演してるんじゃないのかなというふうに思います。このお話についてはもう半年以上前に一本動画で話してます。気になる方はね、去年の年末、12月の、ね、年末に動画上げてるので、それをね、聞いてみてほしいんですけれども、そこでも話したように、木村くんのインスタとかを見るとね、これは多分何らかのアニメ作品に声優として参加してるんではないのかなっていうふうな、匂わせを本人がしてるわけですよね。ってなった時に、木村くんが過去に出たこともある、ジブリ作品だろうなっていうふうな予想がね、できるんですよね。あさって公開なので、初日ね、見た方のこう感想とかを見ればね、木村くんが出てるかどうかっていうのは判明するんですけれども、この作品も僕自身もすごく楽しみなんですけれども、本当に事前の予告映像とかいろんな情報とかもほとんど一切ないっていう感じなんですよね。なんか本当にティザービジュアル1枚だけね、公開されてて、なんかこう鳥のねようなキャラクターが映ってますけれども、本当にそれだけなんですよね。ここまで情報が解禁されない作品っていうのも珍しいっていうか、去年公開されて大ヒットしたスラムダンクもほとんど情報を明かされなかったですよね。あった作品の影響とかもあって、なんかこうもうヒットするのが確実みたいな作品は事前に情報を解禁しないっていう方が、なんかこうみんなのワクワク感みたいなのも相まってヒットよりヒットしやすいみたいな感じもあるんですかね。宮崎駿監督は風立ちぬ以来の作品だと思うんですけれども、これがどうなのかっていうのがね、すごい面白い作品なのかよくできてるのかっていうのが、ちょっとわからないですよね。期待自体は僕自身もめちゃくちゃ高いんですけれども、実際どうなのかなっていうか、ただその今日の水曜日になった時点で、ネット上でね、劇場のチケットが予約できるんですけれども、もうこの水曜日の時点で初日の劇場の座席もう半分埋まってたりとか、もう半分以上埋まってる回とかもあるんですけれども、やっぱりみんなもう初日からいきなり見に行きたいみたいな熱心なファンの方も多いんでしょうね。僕は初日に行きたい気持ちもあるんですけど、ただちょっとあんまりにも人が多い回とかにちょっと僕は見たくないなっていうのもあるんで、ちょっと週が明けてからの平日でどっか見に行けるタイミングがあったら見に行こうかなというふうには思ってます。ただね、初日見た方の感想とか、あとは公式にもね、公開されたら、公開日過ぎたら公式の情報とかもどんどん解禁されていくとは思うんですけれども、それをこう見てから見に行くかどうか決めようっていうふうにちょっとね、迷ってる方も多いとは思うんで、その作品のクオリティが良ければもうめちゃくちゃこうロングランして大ヒットしていくみたいな感じなのかなというふうに思います。あとは木村くんとかがね、すごく豪華なキャスト陣とかが発表されたら、それにつられて見に行く方もいるのかなというふうに思います。どういった作品なのか全くわからないし、例えば主人公が男性なのか女性なのか大人なのか子供なのかっていうのもちょっとよくわからないですけれども、多分木村くんが声優として出てるとしても主人公とかではないんじゃないのかなというふうには予想してます。木村くんがもし声優としてね、参加してるんだったら、木村くんの声優としての作品って本当に久しぶりですし、表彰が終わってから次の作品を見られるまで、しばらくちょっと空いてしまうのかなと思ってるね、スマップファンの方も多かったと思うので、そこでね、サプライズ的にこの作品に声優としてですけれどもね、参加してくれると、ちょっと嬉しいかなというふうに思います。木村くんが参加してるかどうかっていうのは初日見た方の感想ですぐに分かることだと思うので、ちょっとね、金曜日になるのを楽しみに待ちたいかなというふうに思います。本日の動画は以上となります。皆さんの感想などあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。